3階に行かなきゃいけないでしょ。で俺はクローバーの鍵をゲットしたから、いや左側で、そうなんですよ、このゲームここからが本番なんだよね。このタイじゃねえや、追跡者、タイラントか、こいつとうまいことお付き合いしていかなきゃいけないから大変なんだよな。お、変えられる。まあ何だっていいんだけどさ、俺はあのカメラモードこれにも搭載してほしかったなと思って、フォトモード、 RE4 のフォトモードマジで神機能で、あれサムネ作りたい放題だからね。さ、ナイフ返してくんない？すごいなんかだんだん萎えるよねこのゲームやってると。ルート取りがね完璧な人なんで面白いんだよ。ルート腐ってる俺はもう本当に終わってんだよね。ただただ6211だって。ああプリキュアのダイヤだ。でハート、びっくりしたー今。あ、これあるぞここ、ほーら、戻ってた。あれなんだよな、ほんとある程度でいいからどこにいるのかだけ知らないと危ないんだよね。左6、右211、6211、123456123451234561234567891011。マーズルブレーキだ、これはつけとこう。これで多分集団率が上がるよね。よっしゃー、よーし、資料室に行こう。毎回おっ、毎回なんかあれなんだよな、このやりとりなんだよな。ん？あ、全然見てる俺のこと。この距離感保つのはでも結構大事かもしれないな。あんまりね離れられても困るというか。いやでリッカーかな、いるよね。めっちゃ来てるな。まずここのガンパウ取って、で工具ゲットして、ああの手榴弾も、いって、ちょっと待って、手榴弾ぐらい取らせてお願い。てかレオン手を伸ばそう。ごめんなさい、くらえ、先行手榴弾。よし、しばらくそのまま、しばらくでメインホール。いやそりゃ手榴弾は欲しいじゃろう、どう考えたっての図書室だから上か。見失ってくれたなきっと。いやー欲深かったな確かに今俺。てかめんどくせえジャッキアップだな。なんかさ上げる方でさあれ使うならわかるけれどさ、ガサーツ抜く方でさあれ使うことなくない？言いたいことわかる。なんかプシューって抜けるでしょ、踏んだりしたら。急いで
ああ、もうそんな変な操作ミス選んで、ずらせずらせ。てか、なんかレオンの身体能力ならジャンプでいけそうな気もするんだよな。だってまだ21-2とかでしょ。いや、21-2で本棚3つ分飛べるべ。おじさんならここ飛ぶもの。俺だっていけるんだから、レオンだっていけるよ。自信持ちな。あ、めっちゃ追っかけてきてるけど、これね、怖いんだよ。ここにいるんだよね、こいつが。え？ちょ、お前ら戦いづらいぞ。で、くるっと回って。もうこいつら放置でいいこと一個もないから。あ、ダメ、ダメ。ナイフで一応とどめさしとく？はあ、やっちゃった。ああ、もうすっごい、出血大サービス。しかも来てる？あ、うん、来てるな、多分。え、ドアあるよね、こっちに。じゃあねー。お、勘違いした。ごめんごめんごめん。やだやだやだ。待って、勘違いした。時計台はどっちだ？あれ？時計台どっち？これだった。バイバイ。うーい、うち乗ろう。なんかアイテムある？あ、ハーブがある。ちょ、あいつおちょくりたいな。あ、いなくなった。バイバイとか言って、あいつはここの部屋には入れないんだよ。あの金を人は皆、いやいや、こしや。どうぞ。あー、長いね、本当に。行ったり来たり行ったり来たりして。もうほんと、たかだかこれだけならさ、なんか一生懸命ボッコで引っ掛けたりとか。こいつは始末書者だな。能天気なやつめ。まあでもな、大きい失敗は若いうちにしとけ。年取ってからな、まあまあでかいミスすると本当にびっくりするほどみんな引くから。え、なんでそんなことするのってなるからね。21歳ぐらいだな、やっぱり。時計台のとね、金壊しちゃいましたわ。それヘラヘラできるのはやっぱそれぐらいの年代だよね。ギリギリだな。バカ野郎。ならこっちから行くか。もう結構治安のいい警察署になったからな。あいつがいるせいで今グズグズしてるけれど。でもあらかた雑魚は倒したよね。そっか、雑魚構いすぎてるから俺こんなに弾ないのか。な、いやいやいや。めんどくさい。ああ、もうめんどくさい。
いいよね、お前は降りたい方から降りれて。俺はそれもできないんだよ今。学校何もらえるっけ。めっちゃ大事。というわけでやることいきなり増えました。スターズオフィス2階西側からだね。行きましょう。さあこれです。ちょっと待って、まず調べて、この後ろの USB メモリーをシュッてこうニョキッてやって、でドングルキーにしてこれを使うと。でパソコンをカタ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 。うるさーい。スターズ隊員宛ての手紙、これ大事。親愛なるスターズ将君、君たちは相変わらずあのオンボロ警察署でムカつく上司のおもりでもしてるのかな。俺か、俺は美女とデートしてきたところだ。彼女の大きな傘の下で何があったかはご想像にお任せするよ。ヨーロッパは最高だ。1ヶ月程度のバカンスじゃ全然足りない。半年は戻らないかもな。バリー、あんたはこっちに来ようなんて思うのよ。可愛い娘さんたちが泣いてもいいのか。美女は俺に任せておけ。ジル、クレアから連絡があったら兄貴が元気にしてるって伝えてくれ。クリス・レッドフィールド、お前のせいでな、妹のクレアはとても大変な思いをしている。そういうとこだぞレッドフィールド兄弟。という話がしたかったからすごく、あ、このドングルキー返してね。ここには来たかったと。そして手に入ったのはライトニングホーク。シャキン。オッケー、これで少し戦いやすくなったぞ。